札幌理工学院は、北海道江別市のっぽろ赤葉町八十五の一にあった私立の専門学校である。北海道測量専門学校の略称は即戦。札幌理工学院専門学校以降は略称不明。北海道知事認可の専門学校。九百七十三年四月、北海道の開発を担う人材育成に資するため、地元の建設業界、 建築業界の強い要請により、財団法人全国建設研修センター付属の建設技術教育に関する専門学校である、北海道測量専門学校として開校。卒業と同時に測量士法を2年実務経験で測量士を取得できる資格が特徴だった。他にも小型車両系建設機械の運転、移動式クレームの運転の業務に係る特別教育、 生かけの業務に係る特別教育、福祉住環境コーディネーター、インテリアコーディネーターなど、在学中の資格取得体制に力を入れていた。廃止直前の就職率は100%だったが、民間企業の通信教育充実、資格予備校など、競合他社の出現や少子化の影響により、学生の減少に歯止めがかからず、2013年3月をもって並行した。 授業の半分以上は実習に費やされていた。閉校後の跡地には2018年にマナトナリジャペルキリスト教会が入居している。1号館、2号館、3号館がありそれぞれ連絡通路でつながっていた。1階実験室、機材室などこの他に、校内には測量実習ゾーン、バスケットボールができるプレイゾーンがあり、自家用車で通学する学生のために、 学生用の駐車場も完備されていた。研究者教員よりも実務科教員や周辺大学の兼任教員が多かった。毎年国家公務員3種試験に数名合格し、北海道開発局や北海道庁に入局、入庁していた。一般企業は主に地元の中堅企業が多く、札幌の企業に毎年卒業生の半数が就職していた。 校長、学院長は常時在任しておらず、実質上、副校長、副学院長が運営していた。JR バスは国道12号沿い、有鉄は学校付近に停留所がある。理工学院閉校後、JR バスは、のっぽろ湖線橋、有鉄バスは、若葉町西に、停留所名が変更された。ありがとうございます。